どうもこんにちは。今日はですね、赤ちゃんグッズのレビューをしていこうと思います。テーマはこちらです。ポカポカフレンズの音楽絵本ピアノです。ミキハウスの、ピアノの絵本ですね。おもちゃです。我が家ではですね、もう、かれこれ5年ぐらいは使っているかと思います。その5年間でですね、現在幼稚園に行っているお兄ちゃんと赤ちゃんの2人の男性兄弟が、どのように遊んでいるのか、長く遊べているのか、耐久性はどうなのかなどをレビューしていこうと思います。そもそもですね、なんで持っているのかっていうとですね、幼稚園の子供の出産祝いでいただいたものです。感想ですが、どっちの子供にも評判がいいですし、親からの評価も高いです。このピアノ絵本には開きにくい仕組みがあるように思います。それはですね、ボタンを押すと曲が流れるっていう遊び方、こういう風になってて、例えば大きな栗のって流れるやつとですね、で鍵盤が一応あります。自分で弾けます。あと曲が流しながら一緒に弾けます、という感じで弾けます。子供向けのおもちゃでですね、ボタンをポンと押すと、曲が流れるものっていうのは結構あるわけなんですけども、ただこういうものって購入当初はめちゃくちゃ喜んで触るんですけども、すぐに飽きてしまいがちです。でもこのピアノの方はですね、自分でピアノを弾けるっていう要素があるので、上の子は幼稚園になって、この実際ピアノとして遊び始めたっていうところもあります。そして私はですね、全くピアノが弾けませんけれども、奥さんは、小さい頃ピアノを習っていたらしいので、息子がピアノを弾きたがるのが嬉しいようです。なので、親子で例えば指の運び方とかっていうのを教えたりしています。で、息子もそれが、母親とのスキンシップになっているようで嬉しそうです。というように相乗効果を生んでいるように思います。つまりは何が言いたいかっていうと、おすすめだっていうことです。ちなみにうちには赤ちゃんがいますが、この赤ちゃんもピアノの本が大好きです。幼稚園の子供がピアノを弾いてると、赤ちゃんも一緒になって鍵盤を叩く姿はですね、仲良し兄弟の未来をイメージさせるので、親としても嬉しいです。ただこれは無料で、ただで、いただいたものだということなので、評価が高くなってしまいがちなのは仕方ありません。なので、この話の3割引きぐらいで捉えていただいたらいいかなと思います。で、この本のデメリットはですね、2つあります。まず楽譜が破れます。楽譜は紙でできているので、こういうふうに破れてしまいます。で、こういうつなぎ目とかもボロボロになります。でもこの本体ですね、自体はかなり丈夫なので、全然大丈夫です。で、ただあともう一個は、音量が調節できるんですけど、上げるとうるさいということです。うちはですね、男2人兄弟でこの本は5年使用しています。で、実際使用できているのは本当に奇跡的な部分なんですけど、この楽譜の部分をですね、全く使えないように、サランラップでぐるぐる巻きにして使っていました。理由はですね、赤ちゃんとか小さい子供はおもちゃの扱いがかなり雑だからです。振り回したりとか引っ張ったり投げたり破いたりします。ですから、この楽譜の部分をですね、ちゃんと守ってあげないとすぐにボロボロになります。ただこのピアノの部分はかなり丈夫にできているので、この5年間でいろんなことをされていますが、ちゃんと今でも使えています。ですから、この楽譜の部分をいかに守っていくかによって、この、ピアノブックのですね、寿命が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。で、音量なんですけども、調節はできるようになっていますが、
子供とか、まあ、赤ちゃんは特になんですけど、何も考えずにいろんなボタンを押しまくります。なので、まあ、意図せずに音量が大になったまま音楽を垂れ流したり、ピコピコ押したりとか、こっちも忙しくしている時にピコピコ音が鳴ったりするとムカついたりとかですね。そういったことは起こります。でも、デメリットはそれぐらいです。あとですね、大事なことなんですけども、やっぱりこれピアノの代わりにはならないです。やっぱりおもちゃなので、これで興味を持って、その後に音楽教室を習いに行くようになると、やっぱりこれだけでは練習というわけにはいかないと思います。例えば、その、鍵盤のですね、幅ももちろんちっちゃいちっちゃいですし、オクターブっていうかこの鍵盤の数も少ないです。つまりは、ピアノを習わせたいっていう方には、音楽への入り口として、このおもちゃを使うっていうことはできるかもしれませんけど、実際、ピアノを習い始めたら、電子ピアノなりキーボードなりがですね、必要になりますから、このピアノ絵本っていうのはやっぱり不要品になってしまいます。つまりは、まあ、ケースバイケースで長く遊べるのか、遊べないのかっていうのは決まるかもしれません。でも、うちのように、男の子でピアノも習っていない。でも、親としては音楽に触れてほしいとか、ピアノの基礎を教えたいとか、楽器に興味持ってもらいたいとか、同じ遊ぶんだったらチークおもちゃで遊んでほしいっていう考えがあれば、結構長い期間遊べるので、最適なおもちゃじゃないかなというふうに思います。今日は、ポカポカフレンズの音楽絵本、ピアノについて、レビューをしてみました。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。